ジだって。マジかよ、すごくそうだったね。タトゥー。おそらくあれはユニオンと呼ばれる組織に所属する者の証。ナンバリングは被験者に与えられるものだと聞きますわ。最初に会った時から妙な感じはしていた。つまり奴は人造の化け物か。消えた棺、明らかに異能の力によるものにもかかわらず、それを徹底的に隠蔽された事件。そして時を同じくして人間どもに紛れ込んだ改造人間。セーラ、すごい偶然だと思わないか。確かめた方が良さそうですわね。あれ、レジスは？さっきまでいたよな。レジスは用事があるようです。そうなんだ。人間どもに混じって何をしている？力を得るために人間であることを放棄したお前のような奴を僕は好まない。ああ、レジス、帰り道ちゃんとわかるかな。ライはよく道に迷うもんな。なんで急に止まんの？お前はなんで俺の隣なんだよ。あっちだろ。あ、何言ってるの？だから田代くん、外国人の姉ちゃん連れてんのかよ。やるねえ。なんだあんたら。マジちげえ、しかもすげえ可愛いじゃん。ちょっと。ああ、おい、俺の友達にちょっかい出してんじゃねえ。ゆうちゃん聞いてた通り生意気だね。ちょっとついてきてもらうぜ、田代くん。質問がある。先月この辺りで連続して起きた怪事件について何か知っているか？こいつらあのことを調べてるのか。だがなぜ？そりゃあれだけ騒ぎになったからな。頭のおかしなやつが犯人だったんだろ。まさかそれを信じているなんて言わないでくれよ。何が言いたい？改ざんされた表向きの話ではなくて本当のことが聞きたいんだ。関係者の口から直接ね。事件を起こした人物、それに関連のある者たちについての情報を渡せ。お前ら改造人間の仕業か？指示をしたのはユニオンか？どうしてそれを知りたがる？奴らが奪ったものを取り返す。あれは人間の手には負えない過ぎた力だ。こいつらも棺を追っているのか？だがまだ気づいていない。ノブレスが外に出た可能性には探す手間が省けてよかったな。それを盗んだ連中なら死んだよ。嘘はついていないようだな。だがそれで解放すると思ったか？精神支配無駄だ。どうした？人間ごときはお前らに怯えてブルブル震えてた方が理想か？化け物め。レジス。セイ、どうした？少しばかり厄介なこと。あんた、仲間引き連れてお礼参りか？つくづくやることがダセえな。てめえ！お前が田代か。うちのチームの連中が世話になったそうだな。ちょっと調子乗りすぎたんじゃねえか。五体満足で帰れると思うなよ。学ぶ。で？あ？確かめてみろよ。つべこべ言ってねえで。言っとくけど、こないだの俺とは違うぜ。ガキがすかしてんじゃねえ。やれ。
出て行ってどうする。妙な力を全員にお見舞いする気か。離せ。見ろ、お前のお仲間は無事だ。あいつ人間のくせに。なぜ。人間だって戦うべき理由があれば戦うさ。田代もほどほどにしとけ。次仕返しに来るときは俺一人のときに来い。立ち巻き込んだら許さねえぞ。ゆうちゃん大丈夫？お前ら怪我ねえか？ライト、セイラもね。おサンキュー。大丈夫？少し見ない間に随分と野蛮になったものだな、人間は。あれは特殊な人間だと思いたいけどな。変わったんだろ、人間も。はあ。俺はお前らが知ってる時代のことはわからねえよ。でももう人間はお前らに支配される存在じゃない。一方的に守られるだけの存在でもない。何を知りたいのか知らないが、俺たちの世界を勝手に踏み荒らすなよ。生意気な口を聞くな、改造人間。てめえ、次そう呼んだら殺すぞ。その前に僕が殺す。できないくせに。そんなことはない。いざとなったらやる。ご勝手に。ああそうする。そうしろ。そうする。ああそう。安心するなよ。安心なんてしない。僕が諦めたと思うなよ。そうも思ってない。お前にあてがわれている部屋の方が広いなんて到底納得できることじゃない。だから変わってやると言ってる。お前のようなものに借りを作るなんてごめんだ。なら文句を言うな。寝首をかいてやる。やれるものな。やってやる。やってみろ。今夜やる。子供は早く寝ろ。子供じゃない。胃が痛い。ここは大人として空気を変えねば。殺されたいか。さて、そろそろ夕食の準備をしましょう。何かリクエストはありますか？久しぶりに私が腕を振るいます。何でもおっしゃってください。ラーメン。また